い、どうも、おじいちゃんです。どうも、デカです。みよちゃんでーす。というわけで、今がですね、なんと朝の4時10分。もう帰りたいです。はい。ちょっとね、飲み会をしてたんですけども、急遽やろうかということで、第1回、深夜テンションデース企画かぶりあるお題に対して企画を考えていただきます。3人中、2人かぶったら、成功。帰りましょう。なるほど。ああ、帰れないってことか、逆に。ルール、それだけです。考えてます。やってみようの接種、変わってます。というわけで、メガネマンズゴーリズのみのみスターリングフィッシュ。じゃあ9月なんで、はい、月月をお題にした企画。最初はあれですね、みんなどんな感じで来るか、まあそうだね、小手調べって感じですよね。発表しましょう。せーの、ドン、はい、ケニア人なら月見てウサギが餅ついてるの視認できる説。月を潰して月見バーガーにできるまで帰れません、はい、月でウサギ見つけるまで帰れません。あ、惜しい惜しい、俺とキム惜しい。ウサギ出たよ、俺も。しかもなんか帰れませんでしょ、帰れませんでしょ。月見も結構ちょっと惜しかった。惜しい惜しい。ちょっとウサギ路線やったな、これ。あった、まあ、でも結構今ので3割かぶったわ。結構まあいいとこやったな。でもまあ、まだ買えるにはかぶりと言えへんな、さすがに。普通にね、コンビニとか。コンビニね。コンビニとか、コンビニ、ね、よくやってきたよ。いろんな YouTuber がいろいろやってきたよ。せ、ね、ーの、はい、ドン、はい、コンビニのレジのボタンが関数電卓に変わってるドッキリコンビニのことをビニールコントローラー呼びするやつ、マジで俺らだけ説当たり前だ。はい、コンビニ見かけるために1万円企画する旅ロケ。おお、おい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 、全然合わへんけ。お前前やったら関数電卓書くかなと思ってこっちは寄せとんで。いや寄せてんじゃん。そうなんですか。せめてコントロールオブビニールっすわ。うん、それもいい。一緒一緒にコントロールオブビニールっすわ。コンビニ、こう意外とコンビニ行かない説っていうのそれあるな。それも意外とあったけど。重力、あ、重力ね。重力ね、はい、ごめん、ちょっと合わせて俺。合わせるよ。俺も合わせに行ったかな。合わせに行ったの。そんなこと可能なんですか。いや、できるやろ。できるで、はい。せーの、と、はい、重力は下向きって言ってる友達に、重力の向きは地球の中心方向やのにって言うと、マジで友達いない。重力のことを略してウゴって呼ぶやつ、ゼロ人説。ゼロ人説一緒。ゼロ人説、はいはい。100階からマグロ落としたら一瞬で叩きになる説。そう、叩きの意味間違えてないよ。いや、惜しかったなこれ。惜しい惜しい惜しい。光、あ、光、はい、あ、分かった出た。分かったって言った後、正答率 0% って証明されてるこのチャンネルで。せーの、ドン、はい、光と言われて、やがて光と闇の魂はカオスの光を作り出すっていうの、マジで伝言できた。遊戯王じゃん。遊戯王、遊戯王。僕は高速をだんだん遅くしていったら、アインシュタインはいつ気づくのか。これ天才企画、天才企画で、キザルに蹴られた時のダメージ求めてる。あー、かけた。麦わら帽子。お、せーの、ドン。麦わらのルフィ、気にするの逆にむずい説。ゴムにゴムはかぶせにくそやなと思って。そう、私がむちゃくちゃ。そんなにかぶりすぎて。確かに。あいみょんの麦わらの帽子の黄身が揺れたマリーゴールドに見えるって、メガネ買い替えた方がいい説。ルフィの帽子でストロー作ってみた。うわ、ルフィの方か。ストローハットね。ゴムかぶせるで火にいけたやろ。いや、いけない。麦わら帽子要素ないじゃないですか、それだって。確かに。否認っていうワードやったらいけたかもしれない。確かに。おじゃる丸。ああ。せーの、はい。電ボのルーメン値測ってみた。あーあー、確かに。かけたな、それ。おじゃる丸のエボシマジで臭い。バケツプリン早食い大会、トミーに勝てるのおじゃる丸だけ説。ああ。忍たまなんだろう。忍たまなんだろうね。これはでも、普通に。シンプルにいきましょう。シンプルにこれしかなかった。はい、せーの、ドン。はい、やりたいことやったもん勝ちに共感しないやつ、マジでゼロ人説。いやー、これあーやりたいことやってる人全員青春してる説。あー惜しい。あー惜しい。切り丸より先に五円玉拾えるまで終わります。いやー、そっちか。いや、これ惜しかったなー。 やりたいことやったもん勝ちは一緒や。いや、やりたいことやったもん勝ちなの、これは。あー、これでもまあギリそこ行くべきなの。惜しい惜しい惜しい。じゃあこのルーメンチタイタニック。あ、タイタニックね。ほんまごめん、ほんまごめんって感じ。
いいっすよ。せーの、ドン。タイ VS ニックのことをタイタニックと呼ぶ人マジでゼロ。うわー近かった俺。牛肉のしぐれ煮のことタイタニックっていう主婦まあまあいる説。うわー俺結構近いぞこの。近い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 。この文字で言う。船と氷山がぶつかった時の力的な。あーそれかあーかけた。一番かけた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 それ。それで合うと思ったんすか二人。いやそれはもうねこれは今回ごめんって言った俺は事前に。俺も謝り言葉を入れたから。サーカス。サーカス、せーの、ドン。サーカスのブランコ、ハイジなら初見でも対岸渡れるじゃないですか。サーカスのテントの形の体積求めてる。この高さから落ちたらトランポリンもコンクリのように硬くなるじゃん。なるほど。全員違う方向行ったな。そろそろ終わろうか。そろそろ帰宅にかかるか。赤本で。赤本。赤本。せーの、ドン。赤本の著者意外と低学歴説。ゼロではないけど多分賢そうやな、ね、多分賢そう解説してるからな。エフラン大の赤本のことバカボンって言ってるやつめっちゃいる説。逆にね。あー電眼なら赤本の厚みだけでどこ代か当てられる説。あーそれいいな。できんのそれいい。それいいそれいい。ドラクエ。はいはいはい。ドラクエね。はい。それむずいな。でもちょっと逆に幅広いなこれ。もうむずいむずいわ。せーの、はい、10年後のドラクエの武器防具やキャッシュレス決済できるようになってる説。ドラクエの動画にペイペイ導入されてるドッキリ。おおこれ一緒じゃん。一緒じゃん。これ一緒じゃん。これキムは1ゴールド日本円で何円か計算してみた。ああそのパターンもあるよね。結構みんなお金にいった。お金にいった。お金偉いぞみんなお金いった偉い。やっぱシリーズ共通ですからね。はいはい。まあまあまあもうちょっとやってみようかじゃあ。じゃあオッケー。もうちょっともうちょっとね。もうちょっとね。武蔵ポケモンの武蔵。いやこれ一択やろ。これは俺1個しかないマジで。これ前から思ってた。せーの、ドン。武蔵の髪の毛付近、重力働いてない説。うわー武蔵のヘアセット1回でヘアスプレー1本は使い切る説。スカイツリーの観光大使、武蔵が敵に説。あー、分かる。俺どっちかってそっち最初かこうと思う。スカイツリーの観光、なんでだ。武蔵やからです。だからです。あー、もう無理や。主婚。あー、やばい。頭働かんくらいできた。だいぶ安易やで。せーの、ドン。主婚、ヒデネのことを見下してるし。あいや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 安易どこ行ってよお前。主婚1キロ食べれるまで帰れません。はいはいはい。主婚くんそっこんちゃんに続婚です。いやいやいや取ってるやないかよお前ら。俺とキム取ってるやないかよお前ら。ケツだけ歩き、はいはい、これでいこう。ああこれさ3人1つまでありますよ。これはもうでも一番シンプルに書いたらこう。はい、はい、じゃあいきます。せーのドン。ケツだけ歩きのみで東京行ってみた。ケツだけ歩き100キロマラソン。ケツだけ歩きハトルラン。惜しい。みんな絶妙に違うな。今の息の噛み合わなさちょっとあかんかったな。逆に今の疲れならみかんでも合う説。せーのドン。みかん100個食えるまで帰れません。みかん食べれる説。みかん食べてみた。一緒やんもうこれは一緒。これは一緒やってよ。みかん食べてみたとみかん食べれる説が同じです。同じですね。はいはい。みかん食べてみたって嵐とかがやった言う最後みたいな。あーというわけで皆さん、今日はお開きでございます。俺はここで寝るわ。さよなら。さよなら。さよならライオン。